これは多分みんなに共通する可能性のある問題として、ちょっと一緒に試しに鏡の前とかでやってみてほしいんですけど、まっすぐ立ってこう、ね、そしてこのまま体のまっすぐに来てるか、ね、はい、皆さんは右とか左にずれてました。みんなの負け、なんで負けたか明日まで考えておいてください。そしたら何かが見えてくるはずです。というか、まあ、大体利き腕というのがあるので、まあ、利き腕のせいもあって左右ずれるみたいなんですね。で、刀抜くときとかもそうなんですけど、鶴瓶抜きとかのときにこの時点で刀がまっすぐ、完全にくる、こう左右にずれたりしないし、両の拳も、自分の正中にきちっと来てるっていう状態が大事で、結構こっちにずれたりこっちにずれたりすることがあるようです。なのでそこら辺を意識してまずチェックをしてみてください。まあ、各稽古場でもちょっとチェックはしようと思うんですけど、忘れないうちに取っておきました。よろしくお願いします。